日のよろっこ。吉井子さん、カープの監督にプレーボール、よろびこ。さんの場合はやっぱり子供ながら見てた時にグラウンドを明るくしてましたよね。なんかそういうイメージがありますよね。プレーしながら、はい、特にキャンプでね、しこたまな、俺の時は個人ノックなんてさ、はいはいはい、もう本当にゲロが吐くまでやらないわけですよ。どうせあんならクソこれやろうって、怖い俺みたいな感じですよ。それってやっぱり中畑さんの後輩じゃないですか、はい、その流れってあるんでしょうか。なんとなくその駒澤大学って中畑清がいて、石井がいて、例えば広瀬がいて、白井和幸がいて、野村健次郎がいて、新井がいて、そういう面では野手的なリーダーを作るのは太田監督のある意味教育だったかもわかりません。いや、なんかずっと流れ的にですね、すごいメンバーだね。そうなんですよ、ヒーローにみんなっていかれますよね。ピッチャーよりは、ピッチャーで森重和がいるんだけど、今でいう今永がいるんですけど、ピッチャーよりは太田さんは、太田監督はやっぱり野手的な指導者というかリーダー的な存在を作るのが上手だったかなと思います。そういった人間を取ってきたのか分かりませんね。見るようになったってことよね。そうでしょうね。で、中畑さんなんてこの間も太田の親父言ってましたけど、清志は全然うまくなかったって。でもやっぱいい指導者に当たってんだよな、たよ、ね、俺たちって。そうだよね。紐解いたら全部そうだけど、監督もそうだけどさ、今ずっと言ったよな、太田監督とか、やっぱいい指導者に当たってきてるよ、俺たち。俺はそう思ってる。だから今回さ、あれがあったやん、現役ドラフト、あれの選手会からの方の要望やん、で見るとやっぱしその誰に出会うかで変わることがあるやん。そういう面では難しいかもしれないけど、どうなのかなって目で見るけどね。いいことですよね、いい取り組みですよね、あれでちょっと成功事例を作ってもらいたいですね。そうですね、全部が全部じゃなくてもね、2、3人でも、そうですね、夢がまた広がりますよね。でも今は本当でも難しいと思うよ、教える方もそうだし、だって怒鳴ってもダメやろ多分、で、私たちバーをすぐ言うやん、帰るほらとか。もう今のですぐ帰ると思う、ね、はい、どうも帰りますって帰って言われたんでとか。そうですね、これなんとかならんかな、いわゆるその俺たちは全て教育と指導で賄ってきたじゃん、言葉が。今は体罰とかいろんなことあるかもわからないけど、でも今の子供たち若者を見ると、これであの会社訪問するとですね、今の子供たち若者に死ぬ気で頑張れとかね、めっぱいあんだろうなって、死ぬ気だったら死んじゃうじゃないですかみたいなね、そういうの言われるんだって。分かる分かる、若者、若い社員からどういうふうにしたらいいんだろうみたいな、その辺のなんか俺たちがやって鍛えられてきたものを、それでそれで反発してやってきたエネルギーに変えたもの、そういうもののなんか動機づけが、今会社でもチームでも難しいかもしれない。だから逆にもっとすごい簡単になってるよね、逆にダメですねって、要はこの仕事をしてくださいと、その時に仕事できませんねって、頑張ってくださいっていうふうに言えない、死ぬ気で頑張れよとか、頑張ってこいよって、あ、結構なんで、要はいわゆる淘汰する世の中になってるよね。だから俺たちに対して何とかしようと思うやん、選手でもしてくれたやん、死ぬ気で頑張ろう、バッと 生かふれとか5時間振ってこいとか、ランニングせえとか、うさぎ飛びせえやん、お前のためになるんやって言うけど、でも逆に今って冷静に見るとちっちゃくていいですよって、そのおかげで淘汰されて、やれる子だけ残ってくよね。だからすごい怖い世界だと思うな、見てる。はっきりしてますよね、そんな組織もシビアにはなってるんだ、と思う俺は。じゃないと愛情があるから言ってしまうやん、でも愛情がどうかっていうのは分かんないわけや、いやでもね、いやでも、いや俺たち野球人はね、子供の自分からそうやって教育されてきたじゃん、子供の自分からそういったことを、ほらてめえ頑張るんだよ俺やろみたいな言っとけば、多少の免疫ができると思うんですよ。そうですよね、それがなくして社会出てきてこんなこと言われてしまうと、やめたって離職してしまうわけじゃないですか。 それはどうかなと思うの。せめてスポーツ界、野球人だけはそういった免疫があってへこたれずに、いわゆる根性を持った若者が社会出て頑張るんだみたいなものは、
今のその俺たちも含めていろんなレベルの指導者にとってはちょっとその辺はこう無理してもやってもらいたいなと思うけどね。ダメ、 すっごい怖いと思うよ。怖い、要は指導者がいてその言われた方はいいと思ってるね、うん、親も、うん、側が文句言う、あ側が今度あんなこと言いましたとか、うん、すっごい難しい世界、難しいですね、うん、本当。だから俺たちの気持ちってなんだろう、免疫あるし、うん、正直言って、いやいや正直言って子供とか若者にさ情熱愛情傾けていくじゃん、うんうん、俺たちの熱も加えて、うん、俺ね動物なんだから、はい、それはね分かんじゃねえかなと思うんだよね、はい、うん、だから必要ですよね、まあ、ヨシが今その実社会生きててねそういう現状なんだろう、要は分からないわけでもないんだろうけども、だけどそれを踏まえてやらないと俺日本はおかしくなってしまうんじゃねえかな。確かにそう思いますね、うん、だから本当ねすっごい考えさせられる。ある高校の監督なんか言うらしいもん、うん、同じ失敗するやん、うん、選手が、うん、その時に来たったら出なきゃよなって言うやん、うん、ね、すいません出てていただけますかって言うらしい。聞いて笑っちゃった、え、そういう風にやらなきゃいけないのとか、だから本当ね難しいのかもしれない。だから今言ったようにこう本当に大人が考える、俺よく言うんだけど明治大正昭和え平成令和で俺たちはある程度大正がかかってる人たちに育てられてるやんか。だからそういう免疫があるやん、うん、何しろ、うん、悪いことしたらあ叩かれるなとか、うんうん、ね、悪いことしたらなんか罰来るなとか、で、まあ親父もそうよね、うん、でそういうのはあってやっぱそういう人たちが俺たちに対してそういう愛情をかけてきて育ったわけやんか、うん、だから免疫があるやん、うん、だから考えてみたら今の、 あの令和の子たちとかゆとり世代の人が育ってるとか、うん、でその人たちってやっぱりそういう経験してないから分かんないよね。だからよく言うんだけど最近の若いもんって言った時に、うん、あ俺たち悪いんやなって自分で思う時は、うん、そういう教育ができなかったっていう。でも逆にさ俺公立とかあれだけど私学とか民間だったら、うん、例えば私学の中学校でも高校でも、うん、うちは殴りますよ悪いことしたら、あ、うん、そうですよね、うん、それでよかったらうちに来てくださいと、うん、しかしお宅のお宅さんを預かって、うん、教育をして立派な人間で育てていくような教育をしていきますよ、うん、どうですかって、はい、うちの会社はパワハラ、ありますよって、うん、それでよければえ残業働き方改革必要ない、うちは残業あって金もしてください給料は払えますからと、うん、そういったアドバルを上げてうちに来てくださいってね、うん、アピールするような人が来ないと、うん、なんかそうなんですよ、法律がこうなってるからできませんじゃなしに、いやいやいや法律は法律してって、うん、まあ経営者とね従業員とのまあ契約はあるかどうかわからないけど、それを納得して一筆入れとけばね、でそういう従業員が頑張ってね同世代より給料バーンと持っていけば、ね、うん、えいいじゃんそれみたいな、そうやってさ、ね、競争を煽るようにしていかないと、で頑張った頑張った、そういう会社ができたとするやん、もしも、うん、でそれ頑張ったやん、うん、でそうなると多分その人たち、あうちの会社パワハラなんでそのぐらい済むよね、済みますよ、あ給料いいし、うん、パワハラなんで、うん、うちの会社はうちはブラック中のブラックですよ、うん、みたいなね、はい、うん、もうでもすごい給料いいですよ、本人さえ納得してれば本当はいいんですけどね、うん、そういう企業も出てこないとダメでしょうし、でも本当ね、かといってね、アスリートはスポーツは頑張ってくれる、これだけオリンピックでメダル量産してくれるし、ね、ワールドカップサッカーも頑張ってくれるし、ラグビーも頑張ってくれるし、まあ来年は WBC もあるし、ね、あの大谷君の場合はちょっと出て、今後ね、こういういろんな場所を書いてどうだろう、なんとかマンダラね、城西高校行って立て直せそれでも俺 YouTube で謝りまくってんだね、俺もう趣味なんかね、広がされて
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。